ははいいさんんこにちレックのと申しししまますすよろくお願今日はですね日照武器3級2級のせっかくですから講義ガイダンスの方ですねさせていただきたいなというふうに思います。2二3 0分の話だと思いますんでぜひお付き合いいただきたいというふうに思います。というのはですね今年度2021年度以降ですね あのいわゆる本格的に日照武器の方ネット試験というのがスタートをしています。であの早速、まあ、これはあの私の方も以前ですね えー、ネット試験というものについてご紹介をするときにネット試験とはというようなことでご紹介するときに、あのーまあ、できたらですね皆さんも、あのー、ホームページの中に、えー、ネット試験の、えー、ところに私の動画あったりしますで受験した感想ですね、えー、のものっけてありますんで、まあ、ぜひそれもご視聴いただけたらというふうに思います。でこのように、えー、まあこれ一昨年受けちゃってるんですけど2020年度、ね、もうすでに今は2021年度の、えー ままあ母規の試験となことっこになっておりますでその中で3級と2級がまあネット試験があります。で1級についてはありませんけども、えー、まあいわゆるペーパー試験統一試験というやつですね。ということになるわけですけど <laughs>、えー、今このレックの方でもですね講座の方が、えー、まああくまでもネット試験対応といな感じであの講義の方。 スケジュールをいいいいろろ組ませててただいておりますですので、まあ、ぜひですね皆さんに一、えー、人でも多くの方ね、えー、ご参加いただけたらというようなことで、えー、ご案内をさせていただきたいと。で今年度2021年ですね、えー、こういったようなパンフが、まあ、これはあのネットの方でもあの見ていただくことはできると思いますあのデジタルパンフのところですね。でもう一つこういった講義スケジュールっていうものがあります。 でこれを少しですね皆さんにご紹介したいっていうのがあるんですねでそれがですねちょっとこちら映させていただきたいんですけどあのちょっと拡大させてください、えー、こちらレックの方ではですね 日照募金まあ初学としては三級の講座がベースになってはいるんですけど三級パーフェクトパックというのがありますでその中にちょっと印をつけてもいいでしょうかあのこれ三級パーフェクトパックっていう中にここにね、えー なんですすか完全マスター講座っていうのがありますでこれは3級の講座、えーまあ、この普段高速マスター」という教材を使わせていただいてるんですけど、えー、これをですね、まあ、全10回、えー、これはライブであっても生講義ですねであっても通信であっても同じようにこんな感じの講義スタイルになってます。 全部でで10回の回の数で講義を行ってますでこれ上が通信とありまして下が、えーまあ、知ってる方いると思うんですが3級の通学、まあ、トライアル講座って俗に呼んでるんですけど、まあ、内容は全く同じですで同じなんですけどもいわゆるあのこれだけの厚さがあります約600ページぐらいまで、えー、こちら見ていただくとあるんですね。 でですのでこれをですね、まあ、せっかくですからあの、まあ、できましたら、まあ、ライブ、えー、生講義設定のあるところにおいては一人でも多く、ね、ご参加いただけたら、まあ、なかなかあの今、世の中が、えーまあ、コロナ禍と言われる状況の中ですので、まあ、もちろんあのレックにおいてはですね感染症対策といううなことで、えー、万全を期してですね、えーまあ、もちろんあの教団の前に えー、飛沫シートですか、えー、置いたりとかですね、えー、我々体温管理とか、えー、またはマスク着用とかいうのを行った上で講義させていただいておりますですからそういう意味ではご安心いただいてであの何、ー、て言うんですかあんまり近くにね座らないように、えー、講義っていうのは行っております。でどっちにしてもですね3級の講義っていってもこれだけの回数まあ内容ですねここれはどこの えーまあ、学校さんって言い方変ですけど、えー、どういった形で勉強していただいたとしてもこれだけの内容は、えー、勉強していただかないといけないんですね。まあ、上に一番上に1回目母規といういうなことでずっと決算絡みの話とかいうのがあります。でこれはあのどの教材を利用したとしててもやらなくいいいというものではないですでもちろん3級あっての2級2級あっての1級というようなところありますんで。 まあそういう意味ではこれ600ページからあるものですからなかなか正直独学というのはねうんまあできないわけじゃないですですけれどもうん大変じゃないかなというような感じでえ考えておりますですからもちろんレックの中ではこの通学に限らず通信という勉強の仕方これも一つありますねえですのでまあどちらを利用していただいてもとは思うんですけれどもただえせっかくですからこのトライアル ね、えー、まあ生での講義ですねいう、えー、のがありますからぜひですね一人でも多くね、えー、ご参加いただけたらいいんじゃないかなとでちなみにご存知の方いると思うんですけどこの10回分の講義まあライブ前提なんですけど、えー、生講義出ていただく場合これ3,000円なんですよ3,000円まあ非常にね、えー、お得感あると思うんですね であのこれちょっとねたまに質問いただくんですけどこちらのコース一覧の中でパパーフェクトパックトッ番ありますでそれの最初の完全マスター講座これがいわゆる10回分の講義ですねこれを、まあ、通信で勉強される人もいればまたはトライアルって言って生講義でこの10回分ですね勉強していただくっていう方。 おりますでそれ以外にこのパーフェクトパックっていうのを選んでいただく場合には他のねえこういった、えー、統一模試とか公開模試ですかあったりしますただあの今現状あのペーパー試験だけではなくていわゆるネット試験とねいうのもありますんでまあ、その関係でこのウェブ模試というのもくっついておりますですからあのまあ従来通りのペーパー試験の6月試験向け11月試験向け えまたは2月試験向けあるわけですけどそれがペーパー試験ですねそれに対する対策っていうのが上にある公開模試というのが乗っかってますで下の方はこれはもうあのね自分で学習していただいた上でじゃあいつ受けようかなっていうようなことでえまあネット試験対策というような感じで臨んでいただくといいかなとでそれと同じようにですね下二番二級を学習する場合と。これなんですけど、あのー 2級においてはどうしてもですねこの2種類の科目の勉強をしていただかないと、えー、これどうしてもいけないんですね、えー、1つは商業募金の勉強、えー、2級における商業募金これ結構なページ数があります2級においてはですねだいたい一応レックの教材上はえっ、ー、と600まあ700ページ弱ですね えーまあそれとこのえちょっと緑色で皆さん見づらいかなと思うんですけれどもえこの2級の工業簿記ですねでこれについてはまあ従来版というかあの教材がですねそんなに範囲が特別変わってるっていうわけではないんですけどまあそうは言ってもですねこちら製造業の会計なんですけど約え500ページ弱。 まあ、レックのの教材ですとですすとねそのぐらい例えでこれをやはり、まあ、通信で勉強していただいてもいいし、えー、または、まあ、ご都合、えー、関東近県の方でしたらですね、まあ、ライブで出ていただくとねようなん感じで、えー、参加いただけたらというようなところですねで少なからず2級の場合っていうのはあの学習内容このぐらいあるんですね。 ちょっと面食らっちゃうっていう人いるかもしれないですけどこれ2級の、まあ、いわゆるインプットの部分ですね。で、あのーまあ、基本はこちら、えー、と左の方ですかね、えー、2級のこちら商業簿記でしたら、えー、15回分ですね15回分の講座っていうのがあります講義ですね。で下の方行きまして工業簿記の方ですね、えー、これが全10回で行っております。 全10回分の内容ででですすねねとということです、ね、で上が商業例えばちょっとね範囲がどうしてもねページ割りからして商業簿記の方が、まあ、最後13回12回目あたりからですか、えー、連結会計という話が、まあ、近年ね、えー、結構範囲として、えー、重要性あったりということなもんですから。 もともとね2級になかった論点が、まあ、2級ではいいところ本支点会計あたりまでだったんですけどそれがね、えー、近年連結会計というようなものが入っておりますんで、まあ、これで全15回ですねということになってます。ね、で、まあ、ご存知の方いると思うんですけどあの2級の場合は2級の場合は まあこれねやはりできたらネット試験とはっていうのも見てほしいんですけど視聴してほしいなと思うんですけどあの2級の試験自体、まあ、従来もともと2時間の試験だったものがこの、まあ、ネット試験になっていったことによってあの統一試験ペーパー試験の方も、まあ、やはり時間短縮になってきてます。時時時時間間間間のののののものが1時間半半試試験験でです1時間半でその90分の試験 なんですけど、あの出題に関しては、あの従来とそんなに。あの形式が変わったっていうよりは、あの五大の出題っていうのは、そのまんまかなと。で、そのうち、3大が商業募金。で、2大が工業募金と。な感じの問題の割り振りなんですね。まあ、もちろん今後、流動的なところあるかもしれないですけど、ただ。 今現状として、まあ、実際私も受けてそうなんですけどあのそういった形になってるんですね。ってことはやはりあの3級がもともと2時間の試験だったものが1時間に短縮になってるで2級が2時間だったものが1時間半の試験に変わってきてると。でこれがあのおそらくですね今後今はまだ あの最初のうちですので逆に今のうちに3級なり2級のネット試験受けていただく方がいいと思いますよ。これは他のの、ね、学校さんでもお話ししてるかもしれないですけどあの間違いななくく問題の質なりをどんどんん変えてはくると思いいますいつも同じパターンの問題ばかりを回すっていうんではなくて、ね、そうするとだんだんね えー、まあ分かってしまうっていうようなところもあるんで当然その問題の出方これをいろいろね工夫してくるんじゃないかなと質の改善ですねこれあると思うんですよですから、まあ、そういう意味でも早めにね、えー、できたら受験していただきたいなというのがあります。ただだ級級ににつついいててははイインンププッットトが回回分これけで15回と それと工業簿記が10回分ありますから25回分あるわけですね。であくまでも数字の試験という話になりますとどうしてもですねうんやっぱりねあの問題練習なりやっぱそれは今まで従来通りのようにペーパー上でやっていただいて構わないと思うんですね。ただそのいざやっぱ問題慣れじゃないですけど、まあ、それを考えてネット試験と対策のいわゆる模試と。 いうのものも方では考えてるわけですねですから、まあ、そういうようなことを踏まえてですね是非3級にとどまらずどうせだったら3級から2級っていったね一つの目標をね置いていただきたいなというのがあります。ね、であのまたスケジュールに戻りますと。 こちらちらょっとね、分かりづらいっていう方もいるかなと思うんですけどこの1番2番というのは単独の3級の、えー、まあ当連までを入れたパックのコースです。で2番が2級のパーフェクト、まあ、いわゆる2級だけの講座ってやつですね。で、まあ、先ほど言ったインプットの部分がここに当たるわけですねインプットの部分っていうのは。でそれが終わっ でまたはあのこっちの方にありますけどこの模擬試験ですか公開模擬試験とかウェブ模試ですねえこういったようなものを受けていただくということになります。ですののすけどありますでこれやっぱり質問を受けたりするんですけど3番は「初学者向け2級合格パック」って書いてあります。 まあ要は3級の講義10回分インプットを聞いていただいてで2級のまあもちろんライブに出ていただいてもういいしねトライアルででえその後えまあいわゆる完全マスター講座申し込まれてる人の場合にはあのウェブとかでねえ復習もしていただくことが可能なんですね。であと2級の完全マスター講座これいわゆるインプットの部分ですね。 えー、商業募金15回とか工業募金10回という内容ですねでその後さらにまあ当連なりを受けてっていただく問題練習ですね、えー、または合格当連なりを受けていただいてこれ最終的には2級が合格目標を置いいてるっていうものですだからあくまでもいきなり2級全然何も募金勉強したことない人が、まあ、簡単には帳簿記入のような話です。 なんですけどやっぱりその3級というレベルがあっての2級なもんですからやっぱりまずは3級の学習をしっかりインプット10回分まあ、これトライアルで勉強していただいても全然構いませんでその上で2級を狙っていただくとっていうことですねいやいやそうじゃなくて3級は3級2級は2級で両方取りてんだよという方もいると思いますそういう方はこの丸 ④ 番ですね、えー、3と2級パーフェクトバックと まあ要は級級は3級で試験を受けていただくだから当然この間には当連とか模試とか受けていただいて3級の試験を受けていただくでその後とで2級のパーフェクトパック2級は2級で勉強していただくと2級の勉強を進めていただくでその上で2級の最終的にこの合格と。だからこちらは3級と2級両方の合格を目的にしていると。 いうものですね。まあ、もちろん3級からどっちも0。3も0。4もこれスタートをしますので、まあ、どちらでもえー、まあ、3級からの学習があって、そこからまあ2級に入っていただくという内容ですね。ただ、あくまでも最終的な目標はまあ、2級合格を目標にしていただきたいっていうことですね。 で中にはですねその後、まあ税理士考えてる公認会計士考えてますという方についてもやはり2級までを学習していただいてるとあのやっぱり入りやすすいんですよ学習がねどうしてもその辺まで求められますから2級あたりまでの内容でその上で、まあ、税理士だったり会計士とまあ別にねあの税理士会計士興味はないよ まあ勉強していいるる中でで興味を湧くとうう人もいると思うんですねだからそれはそれでいいんですけどやはりあの社会人としてのスキルっていう上ではどうしてもね私は思うんですよね仕事がどうのっていうことに関係なく少なからず決算書が見れないよりは見れた方がいいんじゃないかなというふうに私は思うんですよねだからそういうい意味ではあのー、ね。 学生さんとかでもあの全然ねあの経済とか経営とかね関係ないような学部学科の方でもですねあのお気軽にというかねもちろんこれ就活の資格に、えー、使えるわけですから、ね、だから是非そういう意味ではあの企業側においても日照の方で歌ってますけど企業の求めるナンバーワン資格というようなところで日照簿記2級ですねこれ歌ってます。 で確かに最近はレベルが、まあ、2級ってなるとレベルがこうねちょっと上がってるって思われますけどもやっぱり3級勉強していただいて時間経っちゃうと忘れちゃうんですよね。でまたは中には3級を5年前10年前に取りました。なんていうと昔の3級と今のやっぱり3級っていうのはもともとはよくね3級というと昔は個人商店会計というような話がありました。ですけど今は小規模な株式会社 なところで三級の簿記の勉強をしていただくわけですよね。ですからまあそういう意味ではまあ元々三級持ってますっていう人は変な話ここのねマ三番あたりどうですかね。ね三級の復習講座やっていただいてでまあ二級やるまたはあの三級は教材で復習してねテキストね三級のこの教材ってあの三級ねこれ千円ぐらいのものですからあの本屋さんでも販売してますから。 で,ですからそれをまあね以前もう受かってるなんていう人は自分でね見ていただいてからまあ実際は2級をメインにやっていただくと、まあ、それでもいいと思うんですよね。でまあいろんな勉強の仕方はあると思います。ね、ただあのレックではせっかくなのであのちょっと見ていただきたいんですけど今回ですねこれ、まあ、ちょっとね、えー、関西圏の方 えそれ以外の方はどうしてもですねあのビデオ講義っていうのがえ前提になってしまって本当に申し訳ない話なんですけれどもえこちら関東というようなところにおいてはですね4月生えまたは7月生ゴールデンウィーク集中クラスとかえまたはえとその後のクラスですねというのもあります。 でさらに、えー、これ池袋本校ですか、えー、ゴールデンウィーク集中クラスと、えー、っていったようなクラスも設定がされてますで下の方がこれ合格等連ということなので,でこれがいわゆるトライアル講座ってて書いてありますよねでこれ要は10回分を講義、えー、インプットの講義聞いていただくものですからこれだけで言えば3,000なわけですよ。ねトライアル講座10回分受けたいんだけど言いうんであれば3,000でいいんですよ。 なんだお得じゃんま,まあまあそうですねそうだと思うんですよねで中にはねこれあくまでも生工技って書いてあります生工技ですでそれもまあちょっとね、えー、都内近郊でない方には申し訳ないんですけども、えー、一応こちらは水道橋港とあと、えー、渋谷駅前港、えー、それと池袋本港ですね、えー、こういったようなところでは、えー、開港予定というふうになっております で、特にこのトライアルに関しては、まあ料金が割安っていうのもあるんですけど、お得感あるわけですけど、結構ですね。あの定員制になってしまうケースあります。ですから、あのね、ちょっと勉強してみようかなっていうお考えの方は、えー、ぜひですね、早めにお申し込みいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、あとは、あの、またホームページなり見ていただくとわかると思うんですけど、あの説明会とか。 あったりして、まあねえー、その日にお申し込みいただくと特典搭載くれたりとかね <laughs> いうのもあるかななんて思いますから、ね、でそれ以外あの関東ではないっていう方、えー、と大阪の方ですか梅田駅前本校とか京都駅前本校とか神戸本校とか、まあ、そちらの方でもあの一応コースの、えー、設定はあるんですけれどもあのちょっとね残念なのはビデオ講義なんですね。 まあ、いわゆる収録したものをあの教室でその時間になりましたら映像講義をボーンと、ねえー、流しますでそれを見ながら、まあ、いわゆる通学には違いないです通っていただくというのは変わりないんですが、まあ、実際にそこにね先生がいて、えー、お話をするっていうものとはちょっと違いますけどもねだけど変な話これ一冊をでですすね独学でやるって結構大変だと思いますよ600ページからの話をね。 ですからまあそういう意味ではうんねちょっと背中を押していただいてねえ来ていただくのもいいんじゃないかなと私は思うんですね。でさらにですねあのこの下の方にですねちょっとあとでできたら皆さんねえこういった冊子があるんでえぜひできたら見ていただければなんと思うんですけども、あ。のー この3級の例えばトライアルやりましたでも2級まで勉強したいんだけどっていう方はこの下にね、えー、2級の何学生2級の難学生に入れますよなんていうのがあるんです。でそれがちょっと紹介しておきたいんですけどこういう感じで今回は、えー、進んでいく講座運営なんですね。 で今回まあレックの方としてもいろいろ考えましてでまあ結果あの今回は2021年度向けということで水道橋本港こちらの方で2級の講座生講義ですね開講していくとでそれも見ていただくと今までこんな感じではなかったんですけれども4月生というのがこれスタートをしております。 で、えー、下のまだこの工業簿記の部分がまだ後なんですけど6月のこれ8日だったかなそうですね6月の8日からなんですよでこの部分っていうのとこの部分って一緒なんですね一緒なんですよだから例えばあの3級の講座これをあのやっぱり3級あっての2級なもんですから要は それを2級に入った時に必ずしも商業募金から勉強しないいとダメっていうわけではありません別に3級の学習さえ終えていただいてればそのまま2級の勉強に進んでいただいて全然構いませんですからこの工業募金の部分を今度はこ,こ,この部分ですね2級のこの6月生ですかこちらで入っていただいてでその後商業募金を受けていただく。 で、またこの商業簿記の部分、ここと一緒です。ここの部分とこの部分が一緒ですね。ですから、あの、またその商業簿記の後にもまた工業簿記を行います。で、またこの工業簿記が今度こちら見づらくて申し訳ないんですけどね、えー。どんどんこのつながっていくんですね。この見づらくてあれですけど、もともとの工業簿記があったら、それが今度こちらに行っている。 で商業簿記の部分がこちらに行ってるとなん感じであのどんどんあの、まあ、ダブってって言い方変んですけどつながっていくようにですね、えー、開講していくということであのもちろん通信ウェブで学習していただくのもいいと思いますですけれどもやっぱり自分の中でライブをね、えー、中心にしたいという方も大勢いらっしゃると思います。 でもちろんいろんなね、えーまあ、今のこういう時期ですからコロナが心配っていうようなことは当然あると思いますですから、まあ、その辺もよくお考えいただいた上で、えー、やはりこれだけのページ数のものを、えー、どうしても、ね、範囲としてはあるわけですからだから勉強していただかないといけないというようなことになりますとこういったような、ねえー、ライブがある生講義があるというのをやはり皆さん是非、ねえー、知っといていただきたいと。 1>, で1人でも多くですね、えー、日照募金、まあ、3級または2級ですね、まあ、もちろんその先ね、えー、1級やってくれたらなお嬉しいんですけど、まあ、そういった形で、えー、学習要項特にですね今年度本格的にそのネット試験というのが、まあ、いつでも受けられるっていう言い方変ですけどもねな感じになってますんで、えー、レックとしてもそれだけの学習機会を皆さんに得ていただきたいと。 とこで、まあ、特にね今回はその東京水道橋本校でスタートをさせていただくっていうのもありますけども、まあ、ぜひぜひですね、えー、一人でも多くの方ご参加いただきたいなというふうに思いますね。ですかねということで、えー、今日のところはこういったような形で REC の方、えー、日照部地3級と2級ですね、まあ、具体的にあのいわゆるネット試験をスタートさせてる。 いう中で、えー、レックとしてはこういった、えー、ネット試験にもこういうふうに対応しているんだ、えー、または3級、えー、のトライアル講座こういったようなまあいわゆる生講義通信の方ばかりではなくて生講義っていうものもあるんだとで先生目の前で講義やってますですから授業終わった後にでも、えー、質問直接ね、えー、することもできますから な感じでぜひぜひですねこの生講義っていうのも一つ頭に入れといていただきたいなというふうに思います。ということで今後ね皆さん一人でも多くね合格していただけたらありがたいなというふうに思います。ということで今日のガイダンスここまでにしたいと思います。ごご視聴ありがとうございました